宇野島駅は、福岡県武前市大麻八屋にある、九州旅客鉄道日報本線の駅である。事務観光度は92万505、武前市の代表駅である。武前市は、北九州市や大分県中津市への通勤、通学圏であり、また、駅周辺には、企業や高等学校が立地することから、特急列車の約半分と、快速、普通の全列車が停車する。 駅名の由来となっている、宇野島という地名は、駅の300メートル東にあり、駅周辺の地名は、八屋となっている。これは、宇野島駅開業の際に土地を提供した者が、宇野島に住んでおり、提供条件として、宇野島駅と名付けることとしたためとされている。ホーム端式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、合計2面3線のホームを持つ、地上駅。 ホームのうちご両分はかさ上げされている。互いのホームは、古戦橋で連絡している。直営駅で、緑の窓口が設置されている。小倉方面の快速は2番乗り場、中津方面の快速は3番乗り場を使用する。その他2018年度の1日平均乗車人員は1741人であり、JR 九州の駅としては、第106位である。近年の1日平均乗車人員は、 下表の通りである。築城地域の貨物取扱拠点として、農産品や肥料等を取り扱っていたほか、宇野島港に隣接していることから、築法地域から産出される石炭の積み出しにも使用された。貨物取扱いは1984年までに廃止となった。江戸時代後期に小倉藩によって開設された、宇野島港は、築城地域随一の良港であり、 明治時代後期に至ってからは、筑法丹田から産出される石炭の積出し港などとしての活用が計画された。宇野島駅開業翌年の1898年には、宇野島港の特定のうち一基を石炭桟橋として整備し、臨港引っ込め線を付設。1910年には港内に貯木場も建設された。これらの港湾施設整備により、石炭採掘、販売企業や、 鉱木販売企業が、宇野島港へ進出し、接続する専用側線が付設され、石炭の積み出しや、鉱木の搬入に使用された。石炭会社や鉱木会社の専用側線は、1970年10月1日時点では、存続しており、1983年4月1日時点でも一部は、残存していたが、間もなく、全廃となった。宇野島駅北西側の海岸沿いには、 1952年に九州電力築城発電所が建設された。同発電所は築豊産の石炭を燃料として発電を行う計画で設置されたもので燃料炭の搬入のための専用側線が宇野島駅から付設された。築城発電所は1977年に廃止となり専用側線も撤去された。周辺は部前市の中心地で商店街を形成している。 駅の北側は、多くの工場が立地する、工業地帯である、金融機関、郵便局公的機関、学校宿泊施設、スーパーマーケットコンビニエンスストア、九州旅客鉄道日豊本線、快速シーダ駅、宇野島駅、中津駅、普通部前、松江駅、宇野島駅、三毛門駅、宇野島鉄道、宇野島駅、先続駅、ABCDEF、週刊 JR 全駅、全車両基地代07号、 朝日新聞出版2012年9月23日24ページ日本国有鉄道旅客局鉄道航路旅客運賃料金算出表昭和59年4月20日現行停車場変遷大辞典国鉄 JR 編 2P750 鉄輪、P57AB 武前産業100年史 P32 広瀬梅次郎1966年鉄輪 P65、軽便鉄道運輸開始、官報1914年1月28日、鉄道営業廃止実施、官九1936年8月18日、武前産業百年史。年市、P354 広瀬梅次郎、1966年、武前しし下かん、ハット AB、武前ししげ P 五 P583AB、日本鉄道名所八鹿児島線長崎線日報線、 小学館、1987年、ISBN4 から09から30、ABE カロス出版、59から2ダイヤ改正、国鉄貨物列車大変革期、P27 に掲載されている1984年2月ダイヤ改正後の貨物駅配置表に、宇野島駅は含まれていない、日本経済新聞1987年2月3日、 西部長官社会面17ページ鉄輪、P181AB 読売新聞2004年4月10日交通新聞 P1ABC 広報部前2011年4月号 P14 福岡鉄道風土記 P121 福岡鉄道風土記 PP121 から 122AB 福本鉄夫、天狗のいる駅 JR 日豊線宇野島駅 朝日新聞、P 福岡面 ABCDE、部前市西要欄1985部前市役所、千九 ABCDE、部前市西要欄1990部前市役所、1990年、ABCDE、1995部前市政要欄部前市政志向40周年、部前市、1995年4月、JR 九州エージェンシー2012メディアガイド、 駅別乗車人員上位300駅。九州旅客鉄道。2019年7月27日閲覧。AB、武前市市上館 P904。武前市下館。PP112 から113。専用線一覧表彰は45年10月1日。PP296 から297。専用線一覧表彰は58年3月 P193。 武前市下官 P581 によると、専用側線の廃止は1982年とされている。ABC、武前市政50周年記念写真集武前、P18P83。ありがとうございます。